はようございます、いちきです。はい、今回は、4月の芦ノ湖ということで、あの大場さんからいつも船を借りるんですけど、大場さんがね今回結構こう魚探を一新されてて、これです。憧れのガーミンライブスコープ付きの、はい、まあ、今ちょっとまだ振動子水ついてないからあれですけど、まあ、ちょっと今日は、まあ、これを使ってね、まだね放流前なんですよ。芦ノ湖放流されてなくて、で4月が、多分結構難しい、まあ、日替わりだったり、まあ、結構難しい状態なんですけど、まあ、今日はちょっとねこのガーミンを使って釣りできたらいいかなっていう、ライブサイトを成功できたらっていう感じで、まあ、今日はそんな感じでやっていこうと思います。はい、朝一出るかな、景気よく出す。わ、ついてんね、やっぱ下。でもついては来ないな、全然。うわ、いるね。うわ、でかでかでけえ。いいとこ入りましたよ。愛知で放置。うわ、来そうだけどな、あれすごいいいとこ入った。とりあえず放置。
タウズ微動の早巻きでちょっとリアクション狙い。ボトミに当てないように。クイッキーあるやついればドンって。まあこの間のつぶどでやってたような釣りだな。風がある日はやっぱり DC が優秀ですね。竿が 168mm のエドムだからちょっと柔らかめで、食いが浅くても乗るでしょう。 ML だったら。ブレイクに魚がいたぞ。
お疲れ様でした。いや厳しかったですねやっぱり魚は魚探ではいっぱい見えたけど、目で見るものもあったし、チェイスもあったし、魚探でルアーついてきてるっていうのも分かったんだけど、なかなかあと一歩二歩が届かずというところで厳しいですね。他の人にも結構聞いたんですけど、やっぱみんな難しかったみたいで、もっと、晴れればよかったんじゃないかなみたいな話も聞いたりとか、結構午後帰り際も風雨結構強くなってきて、気温も寒くなってきたんで、それがもし逆だったらよかったのかなみたいな感じですね。でも今日はちょっとライブスコープを使ってみたかったっていうのもあったんで、また放流入ったら足の子がもっとね、放流でめっちゃ数釣り楽しめるっていう時期になったら、また遊びに来ようかな、癒されに来ようかなと思います。お疲れ様でした。はい、じゃあのー。